真田正幸は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将、大名。海の国の武田信玄の家臣となり、信濃先方衆となった、地方領主真田氏の出自で、真田幸隆の三男。信玄、勝頼の二代に仕え、武田氏滅亡後に自立。織田信長の軍門に降り、滝川和松の頼木となったが、本能寺の変後に、再び自立し、 近隣の北条氏や徳川氏、上杉氏との折衝を経て、豊臣政権下において、所領を安堵された。上田合戦で二度にわたって、徳川軍を撃退したことで、徳川家康を大いに恐れさせた逸話で知られるが、関ヶ原の戦いで西軍についたために改役された。軍器物や講談、小説などに登場したことで、後世には戦国時代切手の起承。 冒章としての人物像としてよく知られ、武田二十四章の一人にも数えられることがある、真田幸隆の子。子に、真田信行、真田信重他がいる。天文十六年、真田幸隆の三男として生まれる。生誕月日は不明。陽明は玄五郎。真田正幸は三男であり、同母兄に、真田信綱、真田正照がいたため、生まれた時点で、 真田氏の家督相続の権利はなかった。天文22年8月、会、武田家への人質として7歳で、海国へ下り、武田春信の奥近寿州に加わった。なお、紅葉軍艦によれば、この時の奥近寿州は、正行の他に、金丸平八郎、曽根与一、西江草影湯、西草新十郎、曽根総二郎が挙げられている。 武田氏親族衆の武藤氏を継ぐ真田正幸は、永六年間に信玄の母系、大石の氏族である武藤氏の養子となり、武藤騎兵を称し足軽大将に任じられ、その軍役は、騎馬十五騎、足軽三十人と伝えられている。なお、武藤氏は、武藤三郎左衛門の城の時に、実施の武藤友次が創生したため、真田正幸を養子に取ったとされている。永六七年頃に、 山手殿を妻に迎えている。山手殿は、君家、菊亭春生の娘とされているが、春生の少年などから否定的見方がなされており、出自には、諸説がある。第四次川中島の戦いウ人は、紅葉軍艦によれば、永禄四年9月の第四次川中島の戦いと言われ、足軽大将として、武田家武行人にも加わったと言われている。ただし、 軍艦以外の資料がなく、正幸が川中島に出陣したかどうかの傍証はない。ただし正幸は15歳であり、元服前後の年齢で出陣していた可能性も、否定はできない。A69 年春、甲府一レンジで課会が開かれた際には、奥金受州として、信玄の配前役を務めた。A60 年11月に、武田勝頼の着難、武田の部活が生まれた際には、 山形正影、馬場信春、内藤正豊、土屋正嗣と共に信玄の使者として、高東城の武田勝頼の下に出向いた。正行以外の顔ぶれはいずれも武田氏の普代市苦労、重臣クラスであり、この頃の正行は武藤氏を継いで、すでに重臣クラスか、それに準ずる地位にあったと見られている。ただし出典が軍艦のみで傍傷がないのも事実である。 武田信玄の小田原攻め川中島百優勝戦の、うち、16歳ウ人、真田木平正幸へ62年10月6日、北条氏康、氏政、氏照親子との三ま峠の戦いでは、先人の馬場信春への使い番を務めた。軍艦によれば、北条氏との戦いで一番槍の巧妙を挙げたと、されている。武田信玄の駿河信仰、武田信玄は、 正幸の父、雪高にも劣らぬ才能を見抜いていた。軍艦によれば、元気元年に、武田軍が伊豆に侵攻して、二ラ山城を攻めている時、北条宇治政が援軍の指揮を取り、箱根を越えて山東に着陣したので、信玄は決戦を主張した。これに状況を見極めるべきではと慎重論を唱えた、馬場信春に、 信玄の両目のごとき者たちを物見に派遣しておると信玄は答えた。諸将が信玄の両目に被遣される武将は誰なのかといぶかしんでいると間もなく曽根正代と正幸が帰還して報告をしてその両名が両目であることが分かった。この話に出てくる正代がそうであるように正幸も父と兄の信綱、正照と並び武田十四将にも数えられることがあり父と 兄弟三人が武田二十四将に数えられるような家は、この皿だけだけである。武田信玄の正常作戦元気三年十月から武田信玄の正常作戦に参陣し、十二月の三方ヶ原の戦いにも参加しているが、この際に正幸は浜松城に敗走した徳川家康らを追撃、総攻撃すべきという意見に反対したとされている。紅葉軍によれば、 正幸は、武藤騎兵城、馬十五騎、足軽三十人の指揮を取って出陣したとされている。当時の正幸の所領の場所や規模は明らかではないが、武田家の親族衆である信玄の弟、武田真実が正幸とほぼ同じ規模の兵を保有しており、真実は三百九十七官分を事業としていたため、正幸も同等か、それより上くらいと推測されている。なお、 この頃には、養父の武藤三郎左衛門の城は戦死していたとされており、正幸がその医療を継いでいたと見られている。なお、信玄の晩年には、武田氏の武行人に列されており、元気三年二月四日の作軍岩村田の龍雲寺宛ての竜主院城の捧ぐ者として確認できる。元気四年四月、信玄が病死すると家徳を継いだ、武田勝頼に仕えた。 天正2年には父、雪き鷹が死去する。この時、すでに、真田氏の家督は、長兄、真田信綱が継いでいた。しかし、天正3年5月21日の長篠の戦いで、信綱と、次兄、正照が討ち死にしたため、正幸は、真田氏に服して、家督を相続した。これには、武田家の重臣で、川中島の海津城主であった。 高坂正信の支援があったとされ、勝よりも正行の複製と家督相続を認めたとされる。なお、正行も長篠合戦には参加していたが、勝より旗本衆として参加していたため、戦士は免れていた。なお、武藤家の家督は、武藤一族の武藤常将が継承したと考えられており、武藤良と佐田良を合わせて相続したわけではなかったようで、 所要に関しては一万五千巻とも言われる、真田領のみの相続であった。家督相続後、正幸は、真田領の仕置きのために在国し、あるいは勝頼への交付出資も多かったとされ、本領と海を往復することを繰り返したようである。真田氏の本拠の展開は、都石城を中心とした一帯を掌握したことをお題、一の活気としており、館を核としてはいるが、山城。 寺院、市長などはいずれも多元的で家臣の集中はほとんど見られないことから、正行の支配領域では兵能未分離のまま在地の中小領主層が戦国期以来の合村支配を続けており、上田に移住するまで正行は小さ型軍と西上野に独自の領域支配を展開していくことになる。天正6年3月、越後の上杉謙信死後に、 おたての乱を経て、後越同盟が成立するが、この時の上杉影勝との交渉は、親族衆の武田信豊、不代画廊の小山田信繁、勝頼側近の後部勝助らが担当しており、正行は、蚊屋の外に置かれていた。この同盟成立により、天正7年9月に正行は、勝頼の命令で、北条氏政の所領であった、東上野の沼田領へ侵攻した。 正サは、沼田州を調略によって切り崩し、おじの矢沢より綱に、沼田城を攻めさせ、一方で、現在の利根郡水上町にある、名ぐるみ城の鈴木重則と小川城の小川家遊祭を、有効させて、領城を手に入れた。そしてこれらを拠点にして、沼田城を攻撃したが、北条氏国が、援軍に駆けつけたために撤退した。天正八年うるう月から、 沼田城攻撃を再開し、金子やスキヨや藤田新吉らを投降させて5月に沼田城を開城させた。この時、同時に、利根軍水上町にあった猿ヶ教場も攻め落とした。同年、武田信勝元服衆議の名目で、騎兵縁を改め、安防神の名乗りを許された。この時点では、勝頼から与えられた師匠である。これは、 北条方の上の担当である藤田氏国が暗号神を受領名としていたことへの対抗である。天正9年には勝頼の命で新たに稲崎へ築城された新婦城の妊婦動員を通達している。新婦城追記に関しては正幸は作事奉行であったとする説もあるが、正幸は騎下の諸将に妊婦動員を通達しているに過ぎず、 作事奉行であったとする見方を慎重視する説もある。同年、元沼田城主、沼田景義が、給料奪会を図ったが、正行は、家臣の金子や清に命じて、景義を討ち取った。天正10年3月、織田信長、徳川家康連合軍による公衆性伐が開始され、本格的な武田両国への進行が行われた。なお江戸家編さんの文書によれば、 この時、正幸は、武田勝頼に開国を捨てて、上野国あず地方に逃亡するように進言し、岩渕城へ向かえる準備をしていたが勝頼は、軍内領主、小山田の武士の居城である、岩殿城を目指して落ち、その結果途中での武士の裏切りにあって、最後を遂げることになったと言われている。このような武田家への忠誠を示す逸話が知られるが、一方で、 武田滅亡以前から北条氏国、徳川家康、上杉影勝との接触を示す資料もあり、氏国からは、北条への降伏をするよう返信を受けている。武田氏滅亡後、天正10年4月8日、正幸は、織田信長から、丘陵の、どの部分かは不明だが安堵され、織田政権に組み込まれ、織田氏の重臣、滝川和正の寄木部長となった。また、 沼田城には、滝川駅銃が入った。正幸は、次男の信繁を人質として、滝川一益に差し出した。小田氏に従属してからわずか3ヶ月後の天正10年6月2日に、本能寺の変で、信長が応死する。か信品の旧、武田寮はこの時変で騒然たる状態となり、森長義、毛利秀頼、道也昌栄ら信長から旧。 武田寮の統治を任されていた小高信羅は相次いで、美野方面に逃走し、かい、品の諏訪軍支配を担っていた川尻秀隆は殺害された。こうして、無主となった旧武田寮をめぐり、徳川家康、上杉景勝、北条氏直らが熾烈な争奪戦を繰り広げた。正行もこの後期を見逃さず、品の小さ型軍や作軍における旧武田家臣の取り込みを策した。 織田信長の苛烈な仕置きのために、武田家臣の多くは潜伏していたが、本能寺の変により彼らは自由の身となった。しかし鹿である武田家はすでに滅亡しており、彼らは6月12日に、小さ方軍雲の里に鎮座する白鳥明神の祭礼にこと寄せて、神前で会合し、酒を組み交わしながら、将来について話し合った。正は、この会合には参加していないが、 会合参加者の一部をこの時にすでに調略しており、この会合で調略していた一部が正幸を総大将に仰ぐことを表明すると他もそれに続くようになった。そして彼らの代表者が岩渕城にいた正幸の下を訪れ、正幸は改革して都石市場に移り、彼らと手術のちぎりを結んだ。この二日前の6月10日には、 真田ダ領の東屋山白山神社の宝蔵院に、寺領を寄進し、武田家臣時代の寄り寄収だった、東ズ州の家臣団家を推し進めている。6月12日付で、東ズ軍の地侍、恩来賀に30貫分。6月16日には、東ズ軍の豪族、神原重春に1000貫分。6月21日には、湯本三郎衛門に所領を与え。 アズマ有力者の人身集団に努めている。6月19日、北条氏直が上野に侵攻し、滝川和正を破った。この時、正行は滝川和正を諏訪まで送り届けた。正行は和正がいなくなり上野も無主になると、6月21日に、おじの矢沢より綱を送り込んで、沼田城を奪回した。また、着難の信行を岩渕城に送って、 上の方面の守備を固めた。同時期、越後の上杉影勝も北進に進軍し、6月24日に長沼城に入った。これに対し、正行はまず、上杉影勝に進駐したが、7月9日には、北条氏直に降った。7月12日、北条氏直は、川中島に進軍し、上杉影勝と対峙したが決戦を避け、 徳川家康が進行した会に向かった。この時、松田則秀と、真田正幸を殿として残している。一方、上杉影勝は8月9日に、柴田重家に対処するために、越後に帰国した。沼田城に戻った正幸は9月25日、作軍において、北条氏直に抵抗していた春日城主、与田信重を介して、徳川家康方となり、突如、 北条氏を裏切る。10月19日に、熱馬沙那を攻めたのを手始めに、信繁と連合軍を形成して、小諸で軍事行動を行うが、信繁と組むのは北条氏を裏切った証として、家康から求められていたものであった。正幸離反の情報は、10月初旬に北条氏に伝わったとみられる。藤田宇治国は正幸を牽制するため沼田城を攻めるが、 成功しなかった。これが契機となって、若見子で徳川軍と退陣する、北条氏直は10月29日に和睦の党を選択する。しかし、北条氏との同盟を選択した家康は氏直に、和睦の条件として、上野国の沼田領を譲渡するという条件を出した。正行は、自力で獲得した沼田城について、大体地が不明だったことに反発し、 徳川、北条と敵対していた、越後の上杉影勝に侵入する。これは、徳川、北条連合と対立する、上杉、橋場陣営への参加に他ならない。この時、馬山市上の北条高広も、真田正幸や上杉影勝に通じ北条氏と敵対するが、翌年9月頃、馬山市上は落城している。天正11年、正幸は、 植杉市に対する線曲がり川領域を抑える城が必要になり、徳川家康の命で川の北岸、沼、崖などの自然を要害とする地に、松尾城とその周囲に当時流行の城下町も築いた。また、同時期には、北条氏と通じていた一族である、根津正綱を懐柔、近隣の八代秀政、室がまとを調略し、丸子氏を滅ぼしている。これら一連の活動は、 徳川家の家臣として行っているが、正行は、家康との和睦条件の祖母から独立を策していたと、されている。天正十二年三月に、小牧、長久手の戦いが起こり、家康は、主力の指揮を取り終わり国に向かい、正行は、越後の上杉影勝を牽制するために、死なのに残留した。正行は、家康の注意が逸れたのを見て、東ず周に、 上野城以上を計略をもって攻めさせ、沼田城周辺で、北条氏と小銭合いを繰り返している間に、死行宛が以上を乱発して、沼田、東の所領を改めて確保し、さらに、室賀正武を殺害し、徳川を刺激しないため、正武の採取の命は助けて、上杉に引き渡した。この事件は真田による暴殺ではなく、正幸を暗殺しようとした室賀を返り討ちにした。 事件として噂が広められた。こうして、沼田、東、証券を完全に、真田領として掌握した。当時、佐竹義重、宇都宮国綱の連合軍と沼尻の合戦を展開していた、宇治政、宇治直治氏は、正幸の動きを警戒しており、主要街道の確保に躍起になっていた。家康は12月に、橋場秀吉と和議を結んで、尾張から撤兵する。 そして、北条氏直から和議の条件の履行を迫られたため、天正13年4月、甲府に軍を進めて、正行に対し、沼田領を北条氏に引き渡すように求めた。しかし正行は総王の開地が当てが割れない限りは、引き渡しに応じないと拒否。家康は浜松城に引き返した。正行は、家康との手切れを決断し、 徳川軍の進攻に備えて7月15日に、次男の信繁を人質にして、上杉影勝に従属する。うるう8月、真田領の制圧を狙った、徳川家康と、北条氏直は、鳥居元忠、大久保忠よ、平井は近吉ら約7000の兵力を正幸の居城、上田城に、藤田宇治国を沼田城に進攻させた。正行はわずか2000の兵力で、 徳川軍2300人もの死傷者を出させるという対象を収めている。結城春友のもとに、上田の戦勝の知らせが届いた時にはその数字は2000人に膨れ上がり、春友は誠に心地づき次第として喜んだ。この上田合戦を契機に、真田氏は武田の急進から、信濃の独立勢力として、豊臣系大名の間で認知されることになった。 同様の構図による戦いは、幾度か再戦があり、少なくとも二度以上あったとされる。一方、家康は、上田の敗戦を受けて、北条氏との同盟強化に乗り出さなければならなかった。また、宇治直は、沼田攻めを手掛けるも、落とせなかった。天正十三年冬、次男の信重が、上杉影勝の人質から、名手である、豊臣秀吉の人質として、大阪に出資し、 正行は豊臣家に侵入した。天正14年には策に侵攻する。5月25日には北条氏直に沼田城を攻撃されるが撃退した。7月には家康が正行征伐のために甲府に出陣する。しかし8月7日に秀吉の朝廷を受けて真田攻めを中止。その代わりに11月4日、秀吉の命令で正行は、 家康のより木大名となった。天正15年2月に上落。3月18日に正行は、小笠原上京と共に、駿府で家康と会見し、その後上坂して、大阪で秀吉と越見し、名実もに豊臣家臣となった。なお、真田氏は、上杉氏を介して豊臣大名家を遂げたのではなく、上杉氏には、 真田氏を豊臣大名家させる意思はなかったため、マサユキが独力で工場窓口を切り開いたが、有力な取り次ぎと関係を構築できなかったので、豊臣大名家が遅れた。天正十七年には秀吉による沼田領問題の裁定が行われ、北条氏には利根川江藤が割上され、マサユキは大大地として稲郡美の和領を得る。この頃、マサユキは在京していたが、 11月には、北条氏家臣の井ノ又国則が、殴るみ城を攻め、これが総武事例違反とみなされた。この殴るみ城奪取事件の際、正幸から道場代に任命されていた鈴木重則は正幸に対して、責任を取る形で自害した。この殴るみ城奪取事件は、天正18年の小田原征伐の原因となる。小田原征伐に際しては、 天正18年1月8日に、秀吉から三家城の城目を与えられている。3月上旬には、上杉影勝、前田利家ら北陸の豊臣軍と共に、北条領の上野に攻め入り、北条家重臣の大道寺正重が守る、松井田城を攻めた。この小田原聖伐の間、正行は、秀吉、石田三成らと相互に、情報交換を繰り返しており、 松井田城包囲中に、三成宛に、上野国中に、ことごとく放火すると報告している。松井田城攻略後は、上野における北条家の属城を、次々と落とし、4月29日付の秀吉の、正幸宛書上では、北条属城の攻略を受けてその仕置きを命じられて、武器、兵糧、弾薬の没収を務めている。以後、北陸軍は、上野、 武蔵など、関東北部の北条族城を落としながら南下する。石田三成の指揮下で、大谷義津倉と、押し城攻めに加わったと伝えられ、朝野長間さらと持ち口攻めを担当したが、海姫らに撃退されたとされている。北条家が降伏すると、家康は関東に移され、関東の周囲には、豊臣家大名が配置されて、家康の牽制を担った。 正幸は秀吉から給料を安堵され、同じく、家康憲政の一端を担った。正幸は秀吉から家康のより大名とされていたが、沼田問題で正幸の在京期間が長期に及んで秀吉の信任を得ることになり、正式に豊臣家大名として取り立てられていた可能性が指摘されているが、それを示す、直接的資料はない。なお安堵された領地のうち、 沼田領は、着手の信行に与えられ、信行は家康配下の大名として、正行の上田領から独立した。文禄元年、文禄の役では、非前名古屋城に在陣した。正行は、秀吉の命令で500人の軍役が課されており、16、番宿組として、徳川家康ほか関東、大武署大名の中に編成された。 正幸は都会命令を与えられることのないまま、家康と共に、文禄2年8月29日に、大阪に帰陣した。この1年半の間、上田領内に発給した正幸の文書は皆無であり、上田統治は家臣に任せていた可能性が高い。大阪に帰陣した後、都会しなかった代償として、正幸らには、秀吉の隠居城である、伏見城の不信役の負担を命じられた。 そのため、正幸は上京して、その指揮を務め、資材や労働力を負担したが、この間に、豊臣秀頼が生まれたため、一応は完成していた、伏見城のさらなる拡張工事を命じられて、不審に当たっている。正幸は、不審役では、治療校の5分の1の人数負担が割り振られており、その人数は270人を数えている。ただし、不前は、豊臣家から支給された。 また、築城工事の最終段階で、基礎材の運搬役を秀吉から命じられている。この軍役や、不審の負担の功労により、文禄3年11月2日に秀吉の推挙で、信行に、受語した、伊豆守と、豊臣政、信繁に、受語した左衛門の里、豊臣政が与えられた。なお、信繁はこの頃になると、正行の後継者としての地位を固めつつあった。 また、同年4月には、正幸は自称だった暗報主に正式に任官されている。慶長2年10月、秀吉の命令で、下野宇都宮城主の宇都宮国綱が、改役されると、その所領募集の処理を、朝野仲正と共に担当した。時期不明であるが、秀吉から、橋場の名字を与えられたのであろう。橋場正幸の文書が残っている。 慶長三年八月十八日、秀吉が死去する。死後の豊臣政権においては五大老筆頭の家康が台頭し、影響力を強めた。慶長三年六月から慶長五年七月までの二年間に、渡り、正幸の上田領での発給文書は皆無であり、この頃は上京していたと推測されている。正幸は表向き家康に従っていたようであり、家康が、 大阪城西の丸に移ると、正幸も他の諸大名に伴って、伏見から大阪に移る支度をしている、胸の諸城を国元にいる信幸に向けて送っている。慶長5年7月、家康は出資を拒否する上杉影勝に討伐軍を起こして、関東へ下り、在京していた正幸もこれに従っている。家康の留守中にご奉行の石田三成が挙兵し、諸大名に、 家康団外の十三箇条の書状を送り、多数発行作を始める。正幸は下谷国犬武士で書状を受け取ったと言われる。この時、正幸は、信行、信重と挙手を決めるため会議を開き、正幸は、宇田氏を通じて三成と隕石にあった関係から次男、信重と共に成軍に、信行は、正室の小松姫が、本田忠勝の娘であることを理由に東軍に組みする。 こととなり、真田だけ孫族のために、不死決別した。上田城へ引き返した正幸は、その途上で、信行の居城、沼田城を奪おうと格索し、沼田の留守を預かっていた小松姫に、孫の顔が見たいとして、開門をこうたが、小松姫は、正幸の思惑を見抜いて丁重に拒絶。正行は、さすが、本田忠勝の娘と笑って、沼田を通り過ぎたという話が、 しげのせほかの後世の編纂書で伝えられている。長野市松城町の原市、所蔵7月から8月にかけて、正幸は豊臣家大名と書状での更新を繰り返している。ただ8月10日の書状を最後に更新は確認されておらず、正幸も大阪の西軍も戦備に追われていたものと推測されている。決起後の三成が、真田氏に発給した書状のうち、 7月開日付けの、正幸ゆきみに、三成からの死者を正幸の方から、確かな敬語をつけて、沼大ずに合図へ送り届けてほしいと頼んでおり、石田と上杉の仲介をしていたことがわかる。そして、家康の三男、徳川秀忠が率いる、約3万8000の部隊が江戸を発して、中仙道を降り、9月6日には、上田城攻略を開始し、 正幸は二戦の兵力で牢城して迎え撃った。秀忠はまず、真田信行と、本田忠政を使者にして、正幸の基準を勧告している。しかし正幸は、この交渉で基準すると思わせぶりな態度を見せながら、土壇場になって、態度を翻して、交戦の意思を示して、秀忠を挑発。秀忠軍を白攻めに集中させる手を取った。正幸は信行が、 上田の市場である豊井市場に攻めてくると、信行に功を上げさせるためと同族の流血を避けるため、道場の守備を担当していた信繁に城を放棄させて、上田に撤退させた。正行は徹底した、老城策を取り、時には出撃して、秘策を用いて、秀忠軍を散々に翻弄し、秀忠は城攻めに手を焼いて9月9日に小諸に撤退しとする。 この際の徳川軍の惨敗ぶりは、徳川方の資料であるにもかかわらず、我が軍大いに敗れ、死傷産なしとまで伝えられている。そこへ8月29日付で、中仙道制圧の任にあった、秀忠軍は家康から上落を命じられ、上田攻略を諦める。この時、上落を命じる家康の使者は、と根川の増水で到着が遅れ、秀忠軍は9月15日の関ヶ原の、 戦い本戦に痴散することになる。ただ、一方で、真田家文書では従軍していた信行に対して、秀忠は8月23日付の書状で正行の、小森上田城を攻略する予定であることを伝え、小さ型軍に集結するように命じている上、小山を出陣してから、かなりのんびりした行軍を重ねて、小もには9月2日に着陣している。ただし、第2次。 上田合戦の大規模な合戦と、秀忠軍大敗を裏付ける、当時の資料はなく、過フルに、勝ったを起因とする、小り合いが記載されるのみである。また森田雅で秀忠文書から秀忠が上落の、法を受けたのは8日の上田で、その後に撤退した。その後、関ヶ原での石田三成敗戦の方が届いても、すぐには降伏せず、海図上手。 森田田正の家臣である城代、伊藤上門配下の兵の守る桂尾城に対して、上田城から9月18日と23日の二度に、渡って、信茂を出撃させて、夜地と朝掛けの攻撃を加えている。しかしながら、もはや西軍の敗北は明らかで同月中には、徳川からの降伏、海上要請に応じた。関ヶ原の戦後処理において、徳川家康より、正行、 信重不氏には、上田領没衆と資材が下される。正幸は、内ちに覚悟で牢状する決意を固めるが、当軍に属した長男の信幸とその衆とである、本田忠勝の除名単元で除名され、高野山への出去が決められた。品野上殿の真田領に関しては信幸に与えられ、信幸は、沼田2万7千国、上田3万8千国。 数を三万国の合わせて九万五千国を領する大名となり、佐田家の存続に尽くした。正幸は、慶長五年十二月十三日に、上田城を発して、高野山に向かった。正幸の性質は上田に残留し、次男の信重とその際し、さらに、池田長と、現では、高梨内季、小山田次左衛門、田口九左衛門、久保田作の城、関口角左衛門、 関口中衛門、河野聖衛門、青木半左衛門、飯島一之章、石井戸塗り、前島作左衛門、三井二左衛門、大関八、青柳犠牙ら十六人が従った。正行の去った上田城は徳川方に接収され、家康の命令を受けた諏訪より水らによって破却された。なお、信行と明かの対面をした際に、恐ろしげな目から、ハラハラと涙を流して、 さてもさて,ても悔しきかな。ナイフをこそ、このようにしてやろうと思ったのにと無念の胸中を、語ったと伝わっている。鷹野山での正幸の廃所は一里ほど麓の、細川という場所であった。しかし、間もなく廃所は、黒山に変わる。信繁が妻を伴っていたため、女人近世の関係で変わったとも、冬の鷹野山の寒さに耐えかねて変わったとも言われている。なお、 ルニ人ではあるが、正幸、信重の屋敷が別々に造営され、家臣の屋敷も近くに作られるなど、普通のルニ人よりはかなり厚遇されていたようである。正幸の生活費に関しては、国元の信幸、関係の深かった、蓮華定員、和歌山藩主の浅野義長からの援助で賄った。しかし生活費に困窮し、国元の信幸に援助金を催促するため10年。 あまりの間に24通の書状を出している。このことからも、正幸が上田を去った後も、信幸との関係が疎遠にならず、親密な仲を維持していたことが伺える。10年あまり続いた、ルニン生活は、正幸の気力をないさせた。晩年の3月25日付の信幸宛書状では、この一両年は年積もり総ゆえ、既婚くたびれこう、ここもとへの三居 よろずこう、不自由ご推察なさらルルベックコートある。また、入る当初には信行を通して、斜面運動を展開し、慶長8年3月15日付で、国元の信綱寺へ当てた書状があり、その内容から斜面されて、国元に帰還する希望を持っていたようである。また国元の家臣との関係も親密で、家臣が正行を頼って、黒山に逃れてきたこともある。 最晩年の正幸は、病気がちだった。信幸宛の書状では、信幸の病気併与の終言を述べるとともに自らも、わっていることを伝えている。また書状では、この方別疑なく候お心安くべく候ただしこの一両年は年積もり候子、既婚くたびれ候万事この方の義察しあるべく候とあり、さらに、大くたびれと繰り返しており、 入る生活は年老いた正幸を苦しめたようである。慶長16年6月4日、久戸山で病死した。去年65、徳川秀忠が、西軍についた、真田正幸の子もる上田城に前進を阻まれていた。時、秀忠は、冠が竹にいる先人の石川現場、姫野の徳太郎に連絡する必要に迫られ、島田表志郎という者を伝令として出した。平四郎は、 地理がよくわからなかった上、上田城を避けて迂回していたのでは、時間がかかりすぎると思い、なんと上田城の大手門前に堂々と馬を走らせ、城の岸兵に向かって、私は、江戸中納言の家来の島田表四郎という者、訓命を帯びて、我が先人の冠が竹まで連絡に行くところです。急ぎますので、どうか城内を通してくだされと叫んだ。味方に連絡するために、 現在、交戦中の敵城を通してくれ、というのだから、とんでもない話である。万兵たちも、あまりのことに行転してしまい、真田正幸に報告すると、なんと肝った間の太い武士だろう。通してやらねば、こちらの領県の狭さになる。門を開けてやれと門を開けるように指示した。片付けないと城内を駆け抜け、裏門を抜ける際、島田氷志郎はちゃっかりと、 帰りももう一度来ますので、また通してくだされと言った。その言葉通り、再び、島田氷四郎が帰りに城に立ち寄ったとき、佐田正幸は痛く感服し、平四郎に会い、そなたは城内を通過したので、我が城内の様子を見ただろう。しかし様々な備えはあれど、それは、城の本当の守りではない。真の守りは、城の大将の心の中にあるのだと。 自らじきじきに案内して、場内を詳しく見せてやり、その校門を開けて返してやったという。全名商院、正幸を祀った、真田地主大権現、正幸の葬儀に関しては不明である。死後、遺体は、久黒山に付き従った、河野正門らによって、仮葬にされ、慶長十七年八月に文骨を上田に運んだという。墓所は、長野市松代町松代の、 真田山彫刻寺で、上田の真田家病所である真田ダ山長谷寺,寺に納骨された経緯が記されている。また、久戸山の真田ダにも、宝塔が増留され、正行墓所とされており、後に天寺である、ラタ山全名商院が開かれている。別称の真田庵というのは、大安が混流した全名商院のことで、いつの頃からか、後世に、真田庵と呼ばれるようになった。 正幸の死後、信行はその葬儀に関して、家康の側近である、本田正信に尋ねた。それに対して正信は正幸は、重罪人であるから、幕府の意向を確かめてから対応するようにと、忠告している。死してなお、正幸は、容易に許されなかったのである。徳川家康は、大阪冬の陣で、真田が、大阪城に入城した知らせを受けると、親の方か。 この方か、と尋ねたと言われる。これは、傍賞、正行の病死を家康をはじめ当時の武将たちが半ば、疑っていたことを示唆している。また、その時、家康の手は震えていたと伝えられ、家康がそれだけ正行に恐怖していたとされる。実際は、正行ではなく、当時は、無名の信繁と知って安堵したとも伝わる。家康とは相入れぬ関係にあり、 反骨精神が旺盛であった。加盟存続のために、信行を送り込んでいるが、一定の距離は保った。これは、武田信玄の時代から家康と敵対関係にあったためではないかとされる。治療の周囲が家康の脅威にさらされていたにも、かかわらずこれと敵対し、家康が出陣していないとはいえ二度の上田合戦で、勝利したことからも、正行の自負心の高さがうかがえる。 正サユの真田家家診断は、矢沢氏や常田氏などの一族衆や不代層を中核と、するが、武田氏滅亡後の給料国際編成や、豊臣大名家の過程で、真田氏の領主制が拡大したことにより、徳川や、上杉家と共に、武田旧神の受け皿の一つとなったほか、アズや沼田領支配において、宿利危機州となっていた、アズや沼田州。 小さ型領支配において帰属した領主層などが戸山州として加わっている。ありがとうございます。